日本埼玉県埼玉市北区宮原町宮原町は埼玉県埼玉市北区の町名。現行行政地名は宮原町1丁目から宮原町4丁目。住居表示未実施地区。郵便番号は331-0812。本校では宮原町の前身で現在も残存する大技、鴨宮とかつて存在した鴨宮村及び丹ン村についても述べる。 埼玉県埼玉市北区の大宮台地、浦和大宮市台上に位置する。町域の生端を逆さ川が北方向に流れる。全域が市街化区域である。北部は宮原駅を中心に区画整理された住宅地となっている。北部の高崎線周辺には生産力地地区としての畑が存在している。南部はプラザノースやステラタウンなどの施設が集中する。 町名は旧村名から名前が取られた。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば宮原町4丁目16番2階の地点で19万円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵区に足立郡吉野領に属する鴨宮村、古くは1582年頃より見出せる鴨宮であった。鴨モは鴨宮とも称された。 村高は、昭法年間の、武蔵国田園防では503国余り、玄禄号町では503国余り、天保号町では523国余りであった。助郷は、中仙道上尾宿に出役していた。活性記の世帯数は90件で、村の規模は、東西13町、南北1里であった。地名は、鴨社が、当地に混流されていたことにちなむ。 丹谷村は、武蔵国足立郡大谷寮に属していて、江戸期より存在していた。現在の逆さ川の左岸沿いの関傾斜地に位置していた。村高は、昭法年間の武蔵国伝園坊では66国、元禄郷町では45国余り、天保郷町では46国余りであった。スケ号は、中仙道上尾宿に出役していた。活性期の世帯数は件で、 村の規模は、東西一町、南北六里余りであった。はじめは、幕府領だが、1625年より、旗本、柴田氏の治療の時期を経て、1698年より、再び幕府領となる。検知時期は不詳。法暦年間に八の巣神殿が開発されている。1828年より、揚げおしく寄せ六64家村組合に所属する。には、 上の前、小花島、ゲアホなどがあった。地名の由来は、タンヤがこの地に居住していたことにちなむ。現在の宮原町4丁目の西側に相当し、タンヤ公園にその名を残している。2017年9月1日時点の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつては宮原町1丁目に、 埼玉県大宮高等職業訓練校も所在していた。帰宅役所宮原駅前や中仙道沿線を中心に商業施設が多数見られる。宮原町一丁目にはかつて富士重工業大宮製作所があった。なお、宮原コミュニティセンター内にある埼玉市立宮原図書館は吉野町に所在する。ありがとうございます。